勝てる力はありますから、ちょっと悔しいです。残念です。次行ってみよう。武蔵の木さらぎ賞です。もう中かかっちゃいましたね。厳しい結果になりました。次はこのまま皐月賞に出そうと思う。厳しい戦いになると思うが、期待しよう。はい。飛べ、浅間。行け、浅間。世界の強者相手に、遠いこの字でやってくれました。次は天皇賞。頼むぞみんな。お？今回、浅間が目黒牧場に、初の G1 タイトルをもたらしてくれました。次回、浅間が天皇賞春、武蔵が皐月賞に挑戦します。ではそろそろ。ご視聴ありがとうございました。失礼します。